米朝首脳会談2 3ヶ月内これも見出しだけでいいです、はいね、これ、あの回目のボルトン補佐官というのはみんなが期待している、うん、いわば正論を通す人ですが、米朝首脳会談2回目が2、3か月以内、うん、え二2、3か月以内あんた3か月経ったらもう来年ですよ、だからこれはもうはっきり言うと、アメリカは全然急いでないって意味じゃないですか、な、うんで急いでないかというと、<ー>これ、要するにアメリカに打ち込む核は、もう北朝鮮は開発しませんと。 いうことは事実上、確約したに等しいから、もう関心が移っちゃってるんですよ、ね、で僕,僕も含めた、日本人は安倍総理も含めて、いや、拉致被害者の救出に協力をいただくのと、それから日本に届く核は北朝鮮はずっと持ったままで、もう完成品持ってるわけですから、今だ大問題だけど、アメリカの頭からは、もう出ちゃったっていうのはこの、だからこんな本を読む必要ないんですよ。 うん、ニュースの尻尾がバラバラに強硬派のボルトンさんがそうだから、えー、だから、ボルトンさんの強硬路線は他のところに向かってる、例えばパレスチナ問題であったり、うん、あるいは中国であったり、そっちに向かってるっていうことなんですよね。えーはい